はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、今回はですね、新しい強敵、嘆きの亡霊、レベル30やっていこうと思います。ケットはですね、ヤンガス、こちらをですね、選択をしております。では早速ですね、戦っていこうと思います。レベル85と84の、まあ、メンバーですね、レンジャー、スパスタ、スパスタ、バトマスという形です。スパスタ2人がですね、一応回復役ですけれど、まあ、こちらはアンコール要因でもあります。はい。というわけで、レンジャーですね。グリンガムの鞭を持たせております。はい。デイン属性の攻撃。7000ダメージ。バトマスはですね、最初、ステミをしていきます。はい。ステミをしてですね。まあ、適宜ですね、スーパースターの方で、まあ、攻撃の方を回していこうと思います。はい。で、イラゴンがいきなり飛んできました。はい。ドルモアですね。はい。ちょっとね、まあ、いきなりね、ダメージ食らいましたね。はい。というわけで、まずアンコールで、はい。どんどん、まあ、バトルマスターをですね、動かしていこうと思います。レンジャーなんですけれど、影縛りがね、なかなか入らないんですよね。レベル28、29あたりで、ちょっと全然入らなくてですね、入るのかどうかちょっとわかんないんですけれど、まあ、とりあえず、そんな感じでですね、はい。まあ、ちょっと HP 的に少しは回復させたいので、はい。スーパースターは、はい。もう一人はね、回復させたいと思います。はい。ヤンガスはですね、天下無双ですね。まあ、ちょっとはダメージ足しになるかな。1200ぐらいか、ダメージは。はい。では、レンジャー、引き続き、はい。グリンガムでの攻撃ですね。まあ、縛れたらいいんですけどね、縛れるのかな。うん。はい、スーパースターは、まあ、ちょっと一応回復しときましょうか、ここは。あ、ハッスルダンスになっちゃいましたね。うん。まあ、いいや。はい。うん。はい、バトルマスターは、戦機解放が入っております。はい、まあ、ルビスのね、剣で、はい、攻撃していきます。結構いいダメージ入りましたね。怒りと会心の一撃が多分ね、入ったんでしょうね。ということで、まあ、これもいきますか。はい。回復役二人のね、スーパースターメンにはいずれもダンシングロッドを持たせております。はい。全体回復は癒しのフェアリーステップになります。はい。ヤンガスは喧嘩無双ですね。うん。1200ダメージぐらいか。はい。はい。文字ね、オレンジになりましたね。はい。まあ、半分、ダメージ与えたということになります。はい。バトルマスター、今回また怒りました。怒ったので、まあ、会心出るとでかいんですけど、お、会心出ました。はい。2万ダメージいきます。結構ね、いいダメージ出ますね。はい。呪いの言葉で、全員がね、全員対象に呪いを、まあ、かけてくるんですけれど、まあ、この後のね、ベギラゴンと、ブレス攻撃が痛いんですよね。はい。はい。凍える吹雪、なんとか、スーパースターね、残りましたね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、赤い文字になったので、もうここは一気に畳みかけていこうと思います。はい、バトルマスターに攻撃をさせます。はい、怒りました。ここで会心が出たら、またでかい。はい、会心は出なかったけど、まあ、13000ダメージ。はい、スーパースターですね。もうここはもう回復させずに、バトルマスターに攻撃を回します。はい。というわけで、今回至らなかったですね。はい、稲妻斬りで終わりということで。結構あっけなくね、終わりましたね。まあ、うん、SNS 上でもね、今回の強敵、レベル30、あんまり大したことないみたいなね、そんな、YouTube 上でもね、そんな感想が、まあ、結構あったんじゃないかなと思います。はい、というわけで、レベル30、攻略できました。はい。称号の方いただきました、古き修道院の亡者という形の、はい、はい、称号でございます。はい、というわけで、はい、レベル30、結構あっけなかったですね。はい、攻略でございます。はい、というわけで、ちょっとパーティー紹介の方を一応ね、していこうと思います。はい、というわけで、はい、レンジャー、スーパースター、スーパースター、バトルマスターという構成、レベル85、バトルマスターがレベル84ですね。あとはそれ以外はレベル85、私もそろそろね、カンストも間近ですね、上級職はカンスト間近ですね。はい、ではですね、ちょっとステータスを簡単に見ていきましょう。レンジャーの方はですね、はい、攻撃力が961、
です。はい、スーパースターで、回復魔力812、スーパースター2人目は、回復魔力867、バトルマスターは攻撃力が1021となっております。はい、では装備の方なんですけれど、はい、レンジャーはですね、グリンガムの鞭、で、まあ、これでね、デイン属性の攻撃を打てるようにしております。あとはですね、はい。はい、大会の探求者シリーズですね。この前のミリオンダガーシリーズの、はい、防具になります。まあ、これね、会心率アップが出るんですよね。あと、このターバン、頭なんですけれど、はい、ゾンビ耐性が確かあったんですよね。はい、ゾンビ耐性があるので、まあ、今回ね、今回の強敵もですね、まあ、ゾンビ系なので、はい、耐性が漏れるということですね。アクセサリーをちょっと考えてもよかったですね。アバンの印とかね、なんかつけてもよかったかもしれません。はい。では、スーパースター1人目、ダンシングロッド。あとはですね、マムの冠、まあ、頭の方ですね。こちらは、ゾンビ耐性が、はい、あります。ゾンビ耐性が 10% でね、一応あるんですね。はい。あとは、まあそうですね、回復魔力がアップするような装備をしております。次、スーパースター2人目、こちらもダンシングロッドで、黄金のティアラがですね、はい、ゾンビ耐性持っております。はい、ゾンビ系の耐性あります。あとはですね、はい、回復魔力が、まあ、上がるような装備をしております。はい、最後、バトルマスターなんですけれども、はい、ルビスの剣、ですね、創生の光で、まあ、デイン属性の攻撃を打てるようになっております。あとは、はぐれメタルのヘルムなんですけど、これはね、ゾンビ耐性、ですね。まあ、あとは、デイン属性の攻撃力アップもあります。あとは、ルビスの鎧上と、あとは、大会の探求者コート下は、これは会心率アップのためにつけております。はい。ではですね、最後、心構成見ていきましょう。レンジャーなんですけれど、ハイキングヒドラ、トロルキング、グリザード、ランプの魔人という構成ですね。まあ、ランプの魔人はですね、はい、デイン属性の攻撃するとき、まあ、最強セット、当然入ってくるやつになります。まあ、グリザードはね、耐久性アップのため、まあ、時々ブレスもね、跳ね返せるので、ということでつけております。キングヒドラは一応ね、デイン属性の攻撃力アップがあります。はい、あとはトロルキングを装備しております。あとは、そうですね、真珠の方は、はい、ゾンビ特攻真珠ですね、はい。はい、こんな感じでございます。はい。次ですね、スーパースターなんですけれど、一人目、ワタボー、シドウ、クイーンスライム、ボボンガーという構成で、あとは癒し真珠ですね、S 真珠つけております。はい。こいつは一応そうですね。はい。こんな感じです。で、スーパースター二人目、ボボンガー、シドウ、クイーンスライム、悪魔神官という構成になっております。悪魔神官がですね、はい、こちらギラ耐性があります。はい。あとはですね、はい、癒しの真珠、S 真珠ですね。はい。あとはカグラスズ真珠ですね、こちらもつけております。最後、バトルマスター、キングヒドラ、鬼コンボ、トロルキング、オルゴデミーラという構成になっております。トロルキングと鬼コンボで会心率を持っておりまして、まあ、あとね、キングヒドラは、デイン属性の、まあ、攻撃力アップもあります。あとは、真珠なんですけれど、ゾンビ特攻真珠になっております。はい。ゾンビ系のダメージプラス 10% という構成になっております。というわけで、今回はですね、新しい強敵、レベル30の攻略をしてみました。まあちょっとね、参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いでございます。というわけで、もしよければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。